こんばんは、ミントです。今日は私の大好きな生ドラの食べ比べをしてみたいと思います。買ってきた生ドラがこの3つがですね、みんなモンテールで、ふんわりどら焼き小豆で、これはあのカルフワどら焼き小豆、なんか多分これのカロリーがオフなのかな、なんかちょっと似た感じのどら焼きです。ちょっと生どら焼き、ミニストップの生どら焼き、ローソンの生どら焼きと、セブンの生どら焼きで、これは山崎のあんたっぷりどら焼きっていう、多分生どらじゃないんですけど、見ますかね、すごいこんなにね、あんこがもうたっぷりぎっしり入ってて、もうすごいそうと思って買いました。とうとう今日の会社の帰りがけにもらったかしわ餅です。今日は生どらです。で、私生どらがもうすごい大好きなんですけど、で一回食べ比べをしてみたいなと思ってた、もう一度やってみたかった生どらの食べ比べをしてみたいと思います。2つがすごい気になります。どう違うんだろう、普通のふんわりどら焼きと、あとこっちのカルフワどら焼き、もう持った感じもね、すごいこっちの方が軽いです。ちょっとこれを食べてみます。モンテールのふんわりどら焼き、あ、うん、大きいどら焼きです。ぐっと、よいしょ、わ、うん、クリームたっぷり美味しそうです。美味しいです。モンテールのカルフワどら焼き、あ、本当にすごい軽いです。見た目がね、どら焼きじゃないみたい。へえ、すごい、 あ、切れるかな、へえ、こっちか、わ、おお、うん、え、生クリームも少なめ、どうだろう、うん、うん、うん、ほんと噛んだ瞬間カルフワでなんかシュワーって音がしました。すごく食感も軽い、美味しいです。モンテールの生どら焼き、私すごい大好きなんですよ。でこれね、もうすごい中の生地がふわふわで、あ、すごい生クリームがいっぱい入って美味しそう、小豆ミルク。美味しい。あ、次はローソンの生どら焼き、なんかパッケージが変わったのかな、最近食べてなかったんですけど、あのモンテールのやつも好きだし、このねローソンの生どらも小豆ミルクだから大好きで、すごいです。あれ、こんな分厚かったっけ、これリニューアルしたんですかね、すごい。あ、美味しい。なんか小豆の味も濃くてすごい美味しいです。まだ全部食べてないけど、やっぱりローソンの生どら美味しいです。これすごい好き、美味しい。次はセブンの生どら、そのトレーに入ってて、この生どらね、すごいいいんですよね。わ、ちょっと横から見えてます、ホイップクリームと小豆と、すごいです、すごい分厚いハンバーガーみたい。わ、ほほ、すごい。美味しそう。美味しい。ミニストップの生ドラ、私これは食べたことなくて、今回初めて買いました。あ、小豆ミルクっぽいです、私の好きなやつっぽい。わ、割ると、あ、こういう感じです、美味しそう。食感がね、すごい軽やか、ふわふわで美味しいです。ローソンに近いですね、なんか、美味しいです。と、次は山崎のあんたっぷりどら焼き。
見てください、もうすごいこれ。うわ、すごいよ。すごいです。本当になんかあんこって感じ。うん、すごい。これと見た瞬間もう即買いでした。買おうと思って。すごい。うん。うん、すごいあんこ美味しいです。うん、美味しい。ちょっともらったかしわ餅、あ、うん、すごいかしわの葉のいい匂いがします。祖母の家にちょっとこれぐらいの時期に遊びに行くと、いつもかしわ餅を出してくれるんですよ。じゃあなんか、あ、ゴールデンウィークだなって感じがします。かしわ餅を食べると、うん、こしあんのかしわ餅です。美味しい。でどら焼きは、そうだ、私ミニストップかやっぱローソンが好きですね。どっちだろう。ローソンです。どう違う。ミニストップかな。ミニストップの方が優しい味がする気がします。こっちの方がなんか小豆ミルクで美味しいです。このモンテールのも好きです。これのミニストップの生ドラが一番好きかな。生ドラをたくさん食べ比べしてみました。美味しかったです。ごちそうさまでした。